こんばんは、長太郎です。今回は2021年新発売となりましたルビアスエアリティを持ってメバリングに行ってきましたので、そちらの様子をご覧ください。前半部分では音を少なめにして実際のリールの音を聞いていただこうと思います。そしてその後半ですね、動画後半部分では実際に使ってきた感想などを述べておりますので、またそちらの方でお会いしましょう。はい、どうも、長太郎です。今回こちらのルビアスエアリティを使ってメバリングの方に行ってまいりました。
まずやっぱりこの滑らかな巻き感から来るスローリトリーブの安定感が抜群に良かったですね。リールから変にこう違和感が手に伝わってこないので、まあ、このゆっくりとジグヘッドを引いてくることが非常にやりやすかったということが一つ挙げられます。ロッドに装着した後、まあ、釣りを始めるわけなんですけど、その釣りをしている最中にこの剛性感といいますかね、リールの持つしっかりとしたこの、まあ、剛性感ですよね。その剛性感がやっぱり手に伝わってくるといいますかね、すごく安心して釣りができるんですよね。まあ、やはりこのあたりも非常に剛性感とこの巻き感の組み合わせといいますかね、このあたりの出来がすごくいいんだと思います。飛距離に関してですが、飛距離は全く申し分なくて、このスプールから糸が出ていく時のスムーズに糸が出ていくんですね。引っかかりもなく、まあ当然ちゃ当然なんですけど、スムーズに綺麗にラインが放出されていくことによって飛距離も安定して出ますし、非常にいいリールだと思います。今回このリール使ってみて、ルビアスエアリティがいつ開発するということがね決まったのかは、まあ、よく分かりませんけども、何かねこうダイワさんからのメッセージというか、そういうものが少し受け取れたような、まあ、あのどういうことかと言いますと、価格を抑えていいものを出していこうとするのは非常に難しいんだぞと。別にこのメーカー自体にいいリールを作る技術がないわけじゃなくて、じゃあ分かったよ、もう俺たちのこの技術を全て見せてやろうと、まあなんかそういったね。でその代わりこの払うもんはきっちり払ってもらいますよみたいなね。なぜこのルビアスという名前をこのリールにつけたのかって、まあいろいろ考えたんですけど、僕は二重ルビアスに、まあ、どちらかというと不満派だったんですね。でこのルビアスエアリティにもし別の名前がついていた場合、まあ、前回の動画でなんでルビアスっていう名前入れたんだろうっていうことはね、ちょっと言ったんですけど、まあ、正直のところ今回のこのリールにルビアスっていう名前が入っていなくて、新しいブランドを確立して出してきたとしたら、もしかしたら買ってなかったかなというような思いも実際あります。この二重ルビアスに正直満足できなかった方にとっては、このルビアスエアリティというのは、まあ、やっぱりちょっとした救世主的な、まあ、そういった意味合いも強いのかなと、僕自身はそういう感覚だったんですね。あ、1年経ってあのルビアスに満足できなかった、で、まあ、その満足できなかったルビアスをさらに超えたルビアスが今回登場すると、じゃあこっちが本当の本命のルビアスなんだろうっていう考え方になりまして、まあ、前回二重ルビアス、まあ、正直なところこのルビアスエアリティを買うために手放しました。で手放した上で、もう今回はこちらのルビアスエアリティに全てをかけてみようと、まあスペック上、カタログスペックの上ではほぼイグジストと同じですし、そのイグジストとほぼ同じ上に値段が2万円ほどイグジストよりも安くなっている、つまり買いやすくなったイグジストなんだっていうことで、今回のルビアスにはかなり期待はして、正直発売前から予約もしましたし、で実際届いて使ってみて、その自分が期待していたもの、本当にこうして欲しかったルビアスっていうのを手に入れた気がします。今回のこのルビアスエアリティすごく気に入りました。まずデザインももうかっこいいんですよね。このスクールデザインがまあかっこよくてですね、使ってて、まあ、やっぱりちょっと優越感に浸れるくらいのデザインはしているかなと。この気合の入ったこのデザイン、もうこのデザインだけで正直もう買いお買い得感はあるんじゃないかなと思いますね。今までのダイワの LT シリーズの中で僕はデザインが一番好きですね。そのいいデザインに加えて、このいい操作感、この巻き感ですよね。しっかりと巻けるといったようなこのぬるぬると回る感じです。ぬるぬると回る感じ、セルテートを少しこう柔らかくした感じっていうんですかね、そういったようなぬるぬる感が味わえます。この安定した巻き感にこのしっかりとした気合の入ったこのデザイン、これだけでもルビアスエアリティは買ってもいいと言ってもいいんじゃないでしょうか。ご検討中の方、
いらっしゃいましたら、買って損はないかと僕は思います。正直な話、もし万が一買ってちょっとこのルビアスエアリティ自分には合わないなって思ったとしても、もともと値段が結構するリールですので、おそらくその売却時、売る時にも結構価値のあるリールとして買い取ってくれるんじゃないかと思います。まあその時自分にはこれが合わないなって思ったら売るのも一つの手としてはありなんじゃないかなと思います。まあ一つだけちょっとまあ補足なんですけど、今現在2月なんでね、一番その季節的に気温が低いので、この一個一個のパーツが今のとこだと、まあ、ちょっと熱膨張なんかをほぼしてない状態でしょうね。でこれから季節が進んできまして、夏になって、まあ、そのパーツごとの熱膨張が少し起こってきた時に、今あるこの巻き感がどう変わるかっていうのは少しまだわからないとこですけど、この出荷時点でのこのハンドルに少しだけ、ここのハンドルなんですけど少しだけ遊びがあるんですね。カタカタと ほんとわからないくらいですけど、この遊びが夏になって熱膨張を起こしてきた時にこれがピタッと止まることもあると思います。だから今もしすぐに買って、ここのハンドルにちょっとガタがあるんだけどなって思われる方いらっしゃるかもしれませんけど、このガタというのはおそらくその製造過程の中でいろんなその中のギアを回すクリアランスだったり、まあ、その後々の、まあ、熱くなった時に熱膨張を起こした時にそのギアを回転するためにクリアランスが多少必要だと思いますので、そういう部分も加味してのこのちょっとした遊びがここにあるのかなとは思っております。これが個体差なのかその仕様なのか、まあ、そのあたりはメーカーの人間じゃないのでわからないですけども、今の段階だとたまにちょっと巻いてる時にこのハンドルの遊びを感じることはあります。ということで、この今回のルビアスエアリティの感想としましては、まあ、買ってよかったというのが一番大きいと思います。ということで今回はこの辺で動画の方を終了したいと思います。ぜひ高評価チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。